なんで、回らなくなったか分かる？分かんない？分かんない？バツ柔道さんが全くなくなったの、うん、だから余計回らなくなっちゃったの、うん、だから結局体で抜きっきり曲げよう曲げようって言ったの。で、スピードコントロールが、抑えすぎちゃって逆にもう止まりそうになっちゃって、ああいうふうになった、スピードが出なくなっちゃうと余計曲がりづらくなるんです。だからある程度のスピードの中でやっていくともうちょっとスムーズに来れるんだけど、ブレーキングをかけすぎちゃってるんですよね、うん、だから、逆に松山さんの場合は足首がグワーッとこう入っちゃって、それでブレーキングが多分トップの方にかかっちゃってると思うんですよ、つま先の側に、うん、だからもうちょっと真ん中で乗るっていうのを意識するともっと楽に来れるかなって。あんまりブレーキングかけすぎない方がいいと思うんですよね。もうちょっと速いスピードの方が、うん、今ぐらいのスピードでもいいし、ポジションもいいと思います。うん、で、あとはちょっと気になったのが、何ですか、細かくなった時、横滑りが細かくなった時に、どっち側かと、こっち側行った時だな、ちょっと停滞気味になる時があるんですよ、状態が、スキーの時と一緒に行っちゃう時があるので、あくまでもホールラインに状態を抜けとけばいいかなと思います、はい、そこぐらいですね、はいはい、もうちょっとスピード出しましょう。それと、細かくなった時にどうしても上体とトップが一緒の方向に行ってしまう。で、しっかりと細かい横滑りの時っていうのはホールラインに対して上体はもう正対してるんです。そうです。このままの状態で振るともっと滑りやすい。ですから結局こう横向いてるから結局次のターンに入るときってスポットで来るんですよ。スポットターンでこういう風に来るんで、それだと要素が違ってくるので、しっかりと状態をホールラインに向けた状態ですから、膝がもっとホールラインに向けなきゃいけない。それで上下動っていうか、バランス上下動を使ってくると思うんですよね。やりやすいから自然と来れるから、
てもポジションがだんだんだんこう後ろの方にこう下がってくるっていうキャラにあるんですよ、はい、ですから結局後ろに下がった状態のままで細かく曲がろうとしてもなかなかそれは難しい。でポジションが変わってくるのでしっかりと何て言うんですか外足に荷重がかかってないのでふら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 してる安定感がなくなる。ですからポジションはしっかりとまっすぐ真ん中にどしっと置いといていいです、はい、ね。であとはホールラインに対して上体は向いてあげなきゃいけない。ですからホールラインに向いてるだけではダメなので膝も一緒にホールラインに向けといてあげる。そうですね、そのひねりがないとスキー回ってくれませんから。はい、うん、そうですね。こっち側向いた時って、はい、次の踏みがちょっと弱いんですよね、はい、ですから肩がちょっとこういう感じなんですね、はい、だからもうちょっとこの踏みがこう向いていって足と膝の方向に向いていくというふうになってくるんですけど、はい、ちょっと弱いかな、はい、向いたこれぐらいかな、そうですね。